向こうのこのパイプがつながってるバルブがあるの、わかる？あれを少しだけ緩めてほしいの。はーい、了解。たけし、ぼーっとしてないで次のパイプをお願い。まずそこの青いバルブを、そしたら次に赤いバルブをひねって、それじゃあここ少しそこで待ってて。うん、準備 OK だよ。たけし、今言った順番でバルブをお願い。ちょっとたけし、聞いてるの？そうよ、緩めてそれから締める。ここあとちょっとだけ支えてて。ここをつけたらすぐにそっちのバルブを元に戻して。バルブを早く。ココ、そのパイプはもういいわ。次はお願い。オッケー。どこ？そうね、ちょっと待って。水が、吸気口に吸い込まれた水が逆流してる。気をつけて。大丈夫に見えるの？まったく、バカなこと聞くのね。
みたいね。すずみ、来ないで。逃げなさい。ここたけし、早く逃げた方がいい。このままだとこの部屋の隔壁が持たない。みんな死ぬことになるわ。だから逃げなさい。しょうがないでしょ、ここから動けないんだし。この怪我じゃどうせ手遅れ。何突っ立ってるのよ。意味もなくそんなとこにいないで。目障りだから。どうして？ああそう、ふっ、ちょっと正気よ。私大丈夫なんて何を根拠に言ってるの。どうかしてるわね。また大丈夫って無責任ね。まずいわね。あれはダメ。故障してるって空が言ってたでしょ。私が見ます。あくまで生体スキャンの応用ですから、はっきりとは申し上げられませんが、大腿骨に損傷、複雑骨折しているかもしれません。それと動脈が切れています。切開縫合が必要でしょう。私自分の指くらいなら縫ったことあるよ。サバイバルキットでだけど。では田中さん、お願いできますか。なんとかやってみるよ。麻酔は用意します。
他にもレーザーメス、監視、縫合紙、必要なものは全てこの部屋にありますから。クラナリ、邪魔。泣かせなさい。つぐみんは？本当？ねえねえ、つぐみん、つぐみん、大丈夫だよね？少年、誰かにいじめられたの？わかった、たけしでしょ。ってことはナッキョ先輩か。そっか、つぐみね。え、それじゃあまさか空が。じゃあどうして泣いてたの？こら、なんで逃げるのよ。何を？大腿骨に損傷、複雑骨折しているかもしれません。それと動脈が切れています。切開縫合が必要でしょう。なんとかやってみるよ。麻酔は用意します。他にもレーザーメス、監視、縫合紙、必要なものは全てこの部屋にありますから。クラナリ、邪魔。ねえ、教えてよ。何を確かめたかったの？怖い夢って？うえ、なんか聞いてるだけで貧血になりそう。そんな残酷な夢、よく平気で見れるよね。それで悪夢にうなされた少年は思わず救護室の外に飛び出しちゃったってわけね。まあ確かにそんな夢を見たらワン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 と泣きじゃくるのも無理はないか。泣いてたじゃない、3歳児みたいにヒステリックな声上げて。少年、ちょっと気になったことがあるんだけど、今さ、倉庫で浸水事故が発生してって
それ本当に起きたんですけど、少年が眠ってる間に倉庫のパイプが破裂して水が流れ込んできたの。でも安心して、修理は無事に完了したから。もちろんピンピンしてるよ。修理の大部分はつぐみがやってくれたの。それにしても不思議なこともあるもんだよね。少年、幽体離脱でもしてたんじゃないの？中ならまだしも、パンツの中なんて覗くんじゃないの。しかし元気そうだよね少年。昨夜はあのままあっちの世界へ行っちゃうんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたけど、その様子だと全然問題ないみたいね。あれ、覚えてないの？少年、ブクブクと泡吹いて倒れてたじゃない。うん、浜辺に打ち上げられたカニみたいにね。チョキチョキ。たけしに呼ばれてみんなが集まってきた時にはすでにそんな状態だったの。でもってしょうがないからみんなで少年を担ぎ上げてこの救護室に運び込んだってわけ。了解。君は知らないと思うけどさ、とにかくすごい。まったく、人騒がせなやっちゃの。更衣室の鏡の前だよ。拙者にとっては足音を消して忍び寄るなんてことはたやすいことなのでござるよ。にだって少年、何にも言わないで出て行っちゃうんだもん。うん。で、鏡がどうかした？ちょっと、何？始まっちゃったわけね。君の顔じゃなくて誰の顔だっていうのさ。
なるほど。でもさ、何も泡吹くほど驚くようなことじゃないんじゃないの？ある日突然鏡の中に救いようのないへちゃむくれな顔が映ってたとしたら、確かに私だってそっとしちゃうと思うけどさ、少年の顔はそんなに悪くはないんだし、逆に、ああ僕はこんなにまともな顔をしてたんだって普通だったら安心すると思うんだけどな。私どっちかっていうと好きだよこの顔。なんでか教えてあげようか。君の顔ちょっと私に似てるから。そう思わない？そうかな、目元のあたりとか似てると思うんだけどな。ああ、なんでそんな嫌そうな顔するかな。褒めてるんだよ。っていうか、ある意味自画自賛でもあるんだけど。私が見た時にはメリーゴーランドに乗って一人で遊んでた。つぐみは相変わらず行方不明。倉庫の修理が完了したからみんな適当に一息入れてるんだと思うよ。別にどうもしないよ。ただひたすらレタスを食べながら救出されるのを待つだけ。少年の見張り。ゆうべ少年を救護室に運び込んだ後、突然暴れ出したりするんじゃないかと思って、でついさっきまで私がその当番だった。だけどちょっと目を離してる隙にしょ、あれどこ行ったんだと思って救護室の外。そういうこと。味がするでしょ。
私に聞かれても。は？そんな細かいこといちいち覚え